こんにちは。専門学校アナミックコンピュータカレッジゲームクリエイター学科の長川と言います。今日は Web オープンキャンパスということでゲーム作り、ゲームプログラムの体験を行います。はい、それではですね、今日はプログラムを使ってキャラクターを動かそうというゲームプログラムの体験をしていきます。今日の目標はですね、こちら、プレイヤーをキー入力で操作する、そして、弾を発射するというものです。何作るかというとシューティングゲームをね作っていきます。はい、そしてね、左側にあるのが、マイクロソフトのビジュアルスタジオという、プログラムは総合ツール、総合環境ですね、こちらでプログラムを入力していき、コンパイル、ビルド、実行し、ゲームを、確認していくという流れになります。はい、まずはね、現状どんなゲームかっていうのを確認していきましょう。ビルドをしていきます。今日の言語は C++ 言語、使うのは穴吹の高松港で作っているゲームエンジンを使って、ゲームを作っていきます。はい、こんな感じですね。 2D ゲームの、シューティングですね。昔懐かしのインベーターゲームのようなものになっております。ですね、一応キーボードです。はい、キーボードのこの左右キーで移動したいんですけど、まあ動きません。そんなプログラム作ってないので動きません。で、キーボードの Z ボタンとかで弾打ちたいんですけど、まあ弾もね打ちません。そのプログラム作ってないので、今日はですね、このプログラムを作って、まずはですね、キー入力で操作するというところを、やっていこうと思います。どうやって入力でこうプレイヤー動くのかっていうところなんですけど、ちょっとこちらの画面ですね。お見せください。こちらです。はい、これは画面上の、座標軸になります。横が X、縦が Y なんですね。画面の左上が、原点になっております。まあ、急に座標とかね、原点とか単語出てきたんですけど、まあ、深くは考えないでください。で、ポイントはですね、ここになりますね。はい、登場するプレイヤーのこの飛行機の場所なんですけど、横 X が100、Y が700ドットの位置にいます。で、右に動かそうと思ったら、まあ、位置を変えたらですね、横 500X500 にすると位置が変わります。これは移動したんですね。これを徐々にやっていくと徐々に右に移動していくという仕組みになるので、まずはねこれちょっとやってみようと思います。で、ゲームのプログラムってその何でしょう、まあ、データと、演算と、制御でできているので、今日は、データを、いろいろこう演算し値を変えて動かすというのをねやっていこうと思います。使う変数などもあらかじめ用意してあるので、はい、座標データですね、こう POS っていうものですね。X とか Y とかもですね、算数とかで出ていた概念と同じになります。で、ちょっとね、なんか分からんような命令が出てきたんですけど、まあ、ちょっと置いてもらって、プラスって書いとんですね。なんかこう足しそうじゃないですか。4をね、こう足すという、はい、手順になっております。うん、で、X 軸の値が4ずつ増えていくとどうなるか。見てみましょう。はい、なんか勝手に右に移動してますね。そう、右に移動していってます。 X 軸の値が増えることでどんどん右に移動していくんですね。画面上の座標軸、右がプラス方向ですので、どんどん右に移動していきます。で、例えばじゃあこれ左に移動したいって思ったらどうしたらいいんでしょうか。
シンキングタイム。ちょっと考えてみてね。プラスイコール4だったら右に移動する。じゃあ左に移動するためにはどうすればいいだろう。はい。あ、うん。そしたらね、ここ、はい、マイナスにしてみましょうか。で、実行してみます。はい。こんな感じですね。あ、このツールめちゃめちゃ便利ですね。あの、もう実行ボタンを押すとね、ビルドから実行までやってくれます。ボタン一つでゲーム起動までいけます。左に移動しましたね。左に移動しました。こんな感じで、ね、左右の移動の切り替えが可能になります。プラスかマイナスかでね、移動する方向が違うんですね。2D ゲームこれでできるんで、割とこの辺はすごくやりやすかったりします。で、そもそも、あの移動は移動なんですけど、今勝手に移動しとるのを、キー操作で移動したいですね。うん、あのここで登場するのが、まあ、プログラムの流れを、ね、制御する命令になります、はい。どうするかっていうと、条件分岐のプログラムっていうのがありまして、こうある条件を満たすと、実行してくれるという制御を作れます。多分ね、聞いたことあると思います。なんだろう、英単語としては聞いたことあると思います。単語で言うといいかな、if 文ですね。if 文、はい、もし〇なら〇〇ならばという、そんな条件分岐のプログラムになります。この if 文ですね、括弧の中に、お、日本語入力になってるわちょっと待ってください。カナ入力になってましたね。はいはいはい。条件をね、書いて、いきます。で、条件満たしたときに実行したい処理をこの、中括弧で囲むね、ブロックの中に書いていくんですね。これでいきます。あとは条件ですね。条件が、何でしたっけ、キー操作で移動するので、キー入力したかどうかっていう条件をね、使っていきます。で、まあ、ちょっと純粋な C 言語にはこの機能ないんですけど、あ、なんか上の方にそれっぽいのありますよね。ホールドレフトの、これはそれっぽいですよね。はい。この辺は多分、あの、ちょっと、使うゲームエンジンによって変わるところかなと思います。はい。こんな感じですね。ホールド E レフト。左キーっぽいですよね。左キーですね。左キーを押しっぱなしならば、左に移動するというプログラムができました。これ実行してみましょう。こんな感じですね。今、勝手に動かないようになってます。で、キーボードのこう左を押すと、左に移動しますね。はい。こんな感じですね。バッチリですね。で、じゃあ、右移動を作りたいんだけど、どうしようかなって。右に移動するプログラム。キーボード、右を押していたら、右に移動する。もし右を押したら、もう if 文使うんですね、押したら。ともコピペしちゃいましょう、はい。右に移動したら、あ、こっちか、右キーを押したらですね、右キーを押したら、右に移動する。あ、マイナスは違います、プラスに変えときましょうね。画面上の右っていうのは X プラス方向ですもんね。これで実行してみましょう。はい。キーボードあります。キーボードの左、右で移動できます。おー、バッチリ移動してますね。プレイヤーの移動の制御ができてますね。データの演算と、if 文による、条件分岐の制御によって、キャラクターを動かすことができました。動かすって平方言ですよね。動かすですね。で、そしたら次、弾を発射する。ですね。弾を発射する命令です。ボタンを押したら弾を発射したいので、またあの丸々ならば条件分岐をね使っていこうと思います。これちょっとコピペします。便利ですね。こんな感じですね。で、ボタン Z、プッシュボタン Z というのがこれをちょっとねコピーしていきましょう。ボタン1ですね。はい、こんな感じですね。ボタン1を押した、一応ボタン1がね Z ボタンとしております。で、弾をこう発射する、ちょっと今までと違うプログラムですね。今までは既存のデータを変更するという形で、座標データに対して、
プラスマイナスの演算を行ってましたが、今回はちょっとまた違う命令なんですね。新しいものを作り出すということで、プログラムの中で言うと、ニュー命令をね、使っていきます。こちら、玉の生成の命令ですね。あ、こっちか。をコピペしましょう。はい、ニュー命令を使って、モデル、オブジェクトを生成します。はい、オブジェクトの設計は別途作っているので、詳しい方でしたら、多分このシーバレットクラスというものがあるんだなというのを、気づくことができるかもしれません。はい、ある程度オブジェクトは用意しております。で、玉のオブジェクトを入命令で生成するんですね。無からもう生み出します。生み出します。なんぼでもメモリーの限界の限り生み出すことができます。で、実行してみましょう。こんな感じですね。で、相変わらずはキー操作はね、左右キーと、あと Z ボタンを押すと弾が出るようになりました。こんな感じですね。当たってないですね。もうちょっとこっちか。こんな感じ、当たりましたね。はい。ということで、新しいものを生成する入命令を使って弾を出しました。で、プログラムって結構パズル的な要素もありまして、いろいろ組み合わせると、なんかより面白くとか、より変になるもできるんですね。で、基本何でもできるので、例えば、ボタン1を押したら弾は出たんですけど、ボタン1を押すと、ボタン1を押すと、2にしようか。2を押すと、敵を生成するとかですね。このゲーム、一番初め、起動の段階で敵がある程度配置されてるんですけど、ボタン2を押して、敵を生成するという命令を実行すると、ある程度ちょっと敵をね、倒していくんですけど、ね、おお、もうちょいで倒せるわ。ボタン X を押すとね、敵がどんどんね、増えていってます。右上ですね。なんで増えるんですね。はい、押せば押すほど増えていきます。うまいことね、例えば時間によって、敵を生成させるっていうふうにすると、一定時間ごとに敵を生成することも可能ですね。いろんな組み合わせができますね。で、なんかちょっとね、敵ばっかり増えてもね、なんかずるいですよね。次はボタン3を押すと、もう増やすもの何でも構わないんですよ。何でもできちゃうんで。プレイヤーをね、増やすとかやってみると面白いかもしれません。これ敵も増えるしね、プレイヤーも増えるし、なんかどんなゲームになるんだろうという、そんなプログラムですね。組み合わせは自由自在です。はい、こんな感じですね。ちょっとね、ある程度ね、敵をね、倒していこうと。もうちょいやと。X ボタン、ボタン2を押すとね、敵が増えるんですね。増えるんですね。もうね、ちょっと新しく作ったのが、ボタン3、C ボタンを押すとプレイヤーも増えるんですね。おお、2人になったぞって。おお、6勝やんけ。なんぼでも増えるんですね。はい。敵もね、なんぼでも増えるんですね。ボタンを押すと、どん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 増えていくという、ちょっと違うゲームになるんですね。ちょっと気持ち悪いです。はい。こうね、シューティングゲームとはまた違った、ゲームがね、出来上がったっていうので、なんか例えばひたすらものをね、生成するだけでも、なんかちょっとそれっぽいゲームになりそうだなっていうヒントになるかもしれませんね。どんどん増やしていってね、敵をもう、量でやっつけるみたいなね、そんなゲーム面白いかもしれません。はい。閉じますね。というわけで、ね、今日は、プレイヤーをキー入力で操作することと、弾を発射するということをやりました。で、使った機能が、データを、変ここですね。データを変える。はい、演算する。4を足していくっていう演算ですね。そして、流れを、制御する、if 文というものを使いました。で、あとは、新しいものを生成する入命令もね、やっていきましたね。こんな感じですね。ものを、生成したり、制御したりすることで、ゲームが作られております。で、もちろん、これらの機能は、それはそれで、
中にちょっといろんなものが入ってはいるんですけど、こういった一個一個のものをこう設計し、ゲームにこう実装することで、どんどん機能がね増えていく。これ敵のプログラムもそうですね。敵ね、まだちょっと動き作ろうっていうのはないんですね。なんで動かないんですね。はい、ちょっとまだこれ別のね、体験とかでやっていきたいなと思います。敵動いてないんでね。ということで、プログラムを使ってキャラクターを動かそう。今回 C++ 言語と、穴吹カレッジで作っているゲームエンジンを使いました。そしたら以上で終わりです。はい、いかがでしたでしょうか。一部はですね、ゲーム内ですでに組み込まれているものを使ってはみたんですが、C++ による、プログラムの、体験、授業でした。で、実際に入学した後はですね、本当に基礎の基礎からやっていきますので、今の体験の内容でいうと、入学して、3ヶ月後ぐらいにの内容になりますね。はい。ではね、よかったらまたいろんな動画見てください。ありがとうございました。